どうも松本です。リュウジです。ハンピレイです。うわっしょい、広島のリュウジです。金座街です。はい、さあやってまいりましたけども、広島市中区の金座街っていうところですね。本通りとかね、メインストリートでございます。はい、ちょっともう時間が結構遅いんで人通りは少なくなってますけども、今日は地元で頑張ってるご当地アイドルに会いに行きたいと思います。はい、実はあの近くのビルで、ダンスレッスン中、今ねレッスン中らしいから、はい、遅い時間に集まってレッスンするのが今9時半ですよ。そうです ね、こちらでそのご当地アイドルがレッスン中らしいので、はい、行ってみたいと思います。行ってみましょ う, 行ってみましょう。さあさあさあ、こちらでございます、こちらでございます。地元広島で頑張ってるご当地アイドルの皆さん、こちらです。どん、やったー、悪女時代の皆さんです。よろしくお願いいたします。さあ改めまして悪女時代の選抜メンバーの皆さんです。神3で間違いない。神3ですね。神3ですよね。自己紹介お願いしていいですか。お願いいたします、ね。はい、はい、悪女総取締役大倉佐野です。総取締役、はい、続きまして、はい、こんばんは、ワイン悪女パイナッパ21番親父ギャグ担当さやかです。あ、などういうこと。そういうこと。あー、で結構連発されるんですね。あ、自分ではちょっとあんまり気づかないなんだって、なんだって。大倉様のツッコケ方も出ましたね。ね、やっぱ出ますね、世代が。はい、続きまして。はい、なんじゃった。いや、出ますね。忘れとる。悪女会員ナンバー5番、スマイル担当、永遠の26歳、ミカリンです。ミカリンさん、永遠の26歳、永遠の26ですよ、10年経ってもね。悪女時代さんっていうのはグループ歴としては何年ぐらいやられてるんですか。10年。11年。コンセプトとしては悪女時代さんの最初は第2の青春ユニットということで、はい、第2の青春を楽しもうねっていう感じで始まったんです。初期メンバーは、はい、あ、このお二人、1期生。いや、でもね、ほんと10年前は、うん、こういうアラフォーアイドルが出ましたって、はい、時点でもう何しようんやとか、広島でやるなやみたいな批判的なことがすごい言われてましたけど、ね、今全然ね、多分皆さんいろんな人がおってちょうどいいみたいな感じなんじゃないですかね、うんうん、でも私は憧れて、はい、こうお二人見てて、そうそうなんですよ、ステージを見て、はい、憧れて入った人なので、だから憧れて元気づかせてもらって私もやりたいってなったんですよね。ありがたいね。皆さんお子さんもやっぱちゃんといらっしゃって、ちゃんとどういう意味や、ちゃんと。いやいやいや、それなりにやっぱ人生積んでらっしゃるのかな。あ、そうですよ ね、え、ちなみに何人お子さんいらっしゃるんですか。2 3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 
お子様が。マジっすか。どういうことですか。計算が合わへん。26なのにね。もう昼間のお仕事とかはみんなしてます。みんな。年齢なので。はい、結構なこうね、はい、役職だったりとか。確かに管理職の人とかも。ああ、なるほど。結構大変なんですけど。そうかそうか。でもまあ、だからこそ、こういう自分の時間管理ができて、なるほどね。それでちょっとあのレッスンの動きのキレ見たわ。いや、今日ね、動き、ダンスレッスンちょっと見させてもらってたんですけど。すごくない？すごい。いや、あの、もう、私なんか40過ぎてから始めたので、はいはいはい、もう最初の頃はもう全然。じゃちゃんとあの、ダンスの先生の、まあ、熱い指導もありながら、うん、すごいな。そのつんくさんに曲を書いてもらったんでしょ。そう、え、これがすごい。なんでつんくさんの会社が、うん、あのいろんな人の夢を応援しよう、うん、後押ししようっていう企画をね、はいはい、されてて、はい、それにじゃあ私たちアラフォーアイドルに曲を書いてくださいって応募したんですよ、うん、はい、そしたら見事ね、見事に。え、なんか私気になっとったみたいですよ、つんくさんが。あ、知られてたってことですか。そうそうそう、すごい。なんでだろう。日本だって全国探してもさ、うん、もう薬女時代さんみたいなアイドルなかなかおらんと思う。結構でもね、50組ぐらいはおっちゃった。そんなおるんですか。はい、そこ
このコンセプトに近いようなアイドルが。そうそうそう。アイドルが。そうなんです。役立つ大学が発表して、はい、全国のアイドルを集めて、先生さんに曲を使いました。へえ、すごい。じゃ結構その界隈ではパイオニア的な。そうかな。転送戦。と近々ライブもあるんですよね。はい。はい、今週の土曜日は高松で、高松、そして日曜日は。KBB で広島の KBB で、そうですね。でもあの施設のちゃんとした名前言った方がいいですよ。広島の KBB さんでやるんですよね。はい、すごい。だからちょっとここも僕らちょっとお邪魔させてもらって、そうね、ちょっと本番で、はい、本番のスイッチが入った悪女時代さんをちゃんと見てみたい。うん、そう。やっぱ熱を感じたいですよね。はい、目標というかう、ね、今後のビジョンみたいなのを教えてもらっても。はい、こんな時間までね、はい、来て本当に大変で、うん、足が痛かったり腰痛があったりとかするんですけれども、はいはい、もうとにかく楽しく、うん、キラキラをもっともっと倍増させて、うん、広島県の PR 活動しながら、うん、もうアラフォーアラフィフアラカンで楽しみたいと思います。うん、はい、素晴らしい、はい、というわけで我々広島のライブお邪魔しますんで、はいはい、じゃあそれまでとりあえずさようなら、はい、頑張ってください、頑張ってください、ありがとうございます、バイナラ、と思って、四十肩五十肩の人おるわけよ。やっぱアドレナリン出るんですね。出るんですね。やっぱステージ立つとやっぱスイッチ入っちゃうんですね。やっぱりね。すごい。でお客様もやっぱ巻き込んで、盛り上がってた、盛り上がってた。すごい。はい。というわけで、まあ、このイベント、はいはいはい、来ましたけども、うん、本当にこの他にもね、いろんなライブに悪女時代さん出てますので、はい、はい、皆様要チェックでございますよ。そうですね。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで以上広島からでした。ありがとうございました。ありがとうございました。